歩行く澤井選手、2位の野崎選手、そして3番手の成田選手。さあね、先ほどのカテ4のレースの中でも最終周回順位の変動がありましたので、まだまだ分かりません。どこに罠が潜んでいるか分からないのがこの飯山のコースです。さあ先頭を行く澤井選手は最後まで気を抜くことなく走ってもらいたい。さあ大人に入ってふるふる澤井選手、舗装路の踏み込みもいい勢いですね。さあ前を行く選手をパスして、さあどうだろう飛びました下手くそだな。
ね、ナンバー90の澤井選手。セブンティーンの選手、石川選手。さあ、そしてその後ろはナンバー29、コーヒー選手の3番の選手ですね。さあ、爆発の距離のコーヒーからメキシコです。ナンバー46、向井選手、3の選手ですね。負けた。ありがとうございました。ありがとうございました。追いつけませんでした。参りましたわ。やっぱ感じだと辛そうですよね。